こんにちは、トランプ大統領が落選しそうで笑いが止まらない、ドイツの女、メルケルです。冗談です、褒めまくりです。皆さん、いかがお過ごしでしょうか？さてさて、今日は EU と中国についてお話ししようと思います。題して、EU と中国が投資協定合意、ドイツ大喜び。この協定を陰から後押ししたのが日本だ、です。それでは、早速行ってみましょう。皆さんも、もうご存知だと思いますが、年末に EU と中国が投資協定に合意しましたよね。内容を簡単にお話しすると、中国に進出する EU 企業の合弁要件の緩和など、中国の投資障壁を軽減する。進出企業に対する技術の強制移転の禁止や国家補助金の透明性確保などの規則も設ける。EU 側は、新疆ウイグル自治区での人権問題を懸念しており、中国は、強制労働を禁止する国際労働機関 ILO 条約の批准も約束する。一方で、国内制度の変更による進出企業への不利な扱いを避ける投資保護は継続協議とする模様だ。こんな内容です。皆さんはどう思いますか？どう感じますか？まずは内容ですが、簡単に言えば EU はウイグル、チベット、香港などの中国の人権問題なんか知ったこっちゃない、どうでもいい。金儲けを優先させます、という内容だと思います。EU は中国の人権問題を無視する代わりに投資が今まで以上にしやすくなる金儲けできると判断したのでしょう。バカそのものですよね。それともわざと騙されることを承知でこの協定に合意したのでしょうか？いくつか考えてみたいと思いますが、まず強制的な技術移転の禁止とありますが、強制的ですよね。強制と思うか思わないかはその人その企業の判断ですよね。強制だと思ってても、強制だと言えなければ強制ではありませんよね。合意の移転はどんどん行うということです。いわゆる脅しの強制的な合意の下での移転ですね。合意を強制するわけです。笑い。技術移転を強制的にさせるのは禁止ですが、技術移転を強制的に合意した上で移転させるのは禁止になってませんよね。まあ、韓国が、このやり方が、得意ですよね。さすが、特定アジアです。EU は、バカなのでしょうか？そして、次ですが、国家補助金の透明性の確保とありますが、国家補助金の禁止とはなっておりません。そして、透明性さえあれば、どんどん補助金を出してもいいということにもなりませんか？そもそも、補助金っていうのは、直接的な補助金と、間接的な補助金があります。間接的な補助金と同様というのは日本でもありますよね。税の免除とか、税の軽減とか、投資減税とか、研究開発減税とか、まあ補助金に該当するのかどうか、実にグレーな本質は補助金そのもののブラックなやり方です。今後も武漢の野郎がどんどん変異するのと一緒で、中国も補助金を変異させて、これからも国営企業を倒産させるわけにもいかないでしょうし、どんどん補助しまくりますよって、お墨付きを与えたようなものだと思います。そもそも、透明性の確保であり、直接的も、間接的にも禁止にはなってませんよね。禁止になっているんですか？補助金については、トランプ大統領が中国を批判し続けてきました。そのトランプ大統領がいなくなると踏んだメルケル様が嬉しくて動き出したってことですよね。アメリカからドイツが制裁を受ける可能性が低くなると思ったんでしょうね。メルケルさんは頭がいいのでしょうか？それともバカなのでしょうか？それとも極左なのでしょうか？次にウイグルなどの中国の人権問題ですが、強制労働を禁止する国際労働機関条約の批准を約束するとありますが、期日がありません。あるんですか？期日がなければ、1000年後でもいいのでしょう。こんなもの約束したうちに入りませんよね。実に笑える内容です。
そもそも期日があったとしても中国が守るとでも思ってるんですかね。そして EU はウイグル人、チベット人、香港人への人権弾圧をやめろと強く言ってないと思われます。臓器売買、意味不明な逮捕、強制収容所への収監、少数民族への漢民族との強制結婚の強要、外国人の意味不明の逮捕、刑務所送り、まだまだあります。中国共産党に都合の悪い人間の危険な処置。この協定では全て読んだわけではないので、どう書かれているのかはわかりませんが、強制労働にしか、たったそれだけしか触れられていませんよね。EU は人権なんかどうでもいいのでしょうか。さすがドイツさんですよね。まあ褒めまくりの印象ですが、こんなもの新しい素晴らしい協定でもなんでもありませんよね。今までと同様に貿易やろうぜっていう印象です。こんな協定、どちらにとってもどちらかに都合のいい解釈ができる無意味な協定だなとさえ感じます。ただ EU の意思を感じますよね。どういう意思かといえば、アメリカのトランプ大統領が落選しそうだから、これまで以上に金儲けしよう、ちょっと最近トランプのせいで人権がうるさくなったけど形を変えて非難されないようにごまかしながら金儲けしたいと、 EU のゼニゲバ系の極左の意思を強く感じますし、それは全世界の極左も一緒です。その全世界の極左の活動が11月以降活発になっていることからもわかります。そしてここからが日本なんですが、なぜ EU が一気に協定を結ぼうとしたのか、ドイツさんのメルケル様の強い意志、ゼニゲバ系の意志ですね。極左としてトランプ大統領が落選しそうだという嬉しくて仕方がなく心が躍動しちゃっている意志を感じますが、何よりこれを後押ししたのが日本だと思っています。そうです、 RCEP です。これをドイツも EU もアメリカもバカではないでしょうから、見てないわけがありません。 EU、 ドイツから見たらどう思うでしょう。現在世界から中国が人権問題で非難の集中砲火を浴びてる状態です。そんな時に日本と中国が RCEP で合意したわけです。そうです、皆様も気がついていない人もいるかもしれませんが、天安門事件で日本が中国に手を差し伸べ中国を救ったことがまたもや起きてしまったんです。またしてもです。第2の天安門手を差し伸べ事件です。 EU からすればまたもや日本が中国に手を差し伸べた、またもや日本がゼニゲバイの先陣を切ってくれた。このおかげで世界中から非難を浴びることもなく、またゼニゲバ活動ができるぜと大喜びでしょう。褒めまくりは日本人として情けないです。悲しいです。またもや日本を侵略している中国を助けてしまったんです。そしてこのことに気がついている日本人はまだまだ少ないと思います。日本人は平和ボケを通り越して頭がおかしいとしか思えません。これで中国が息を吹き返すかもしれません。また中国が稼ぎまくって尖閣諸島への侵略兵器を強化してくるかもしれません。日本人ってバカなのでしょうか。自由移民党って何なんでしょうか。中国を助けたの2度目ですよ、2度目になります。日本政府は日本にとって自殺行為だと思わないんですか。東シナ海でのガス田開発1度目に、天安門で中国を助けてどうなりましたか。尖閣諸島どうなりました。自由移民党って本当に保守政党なのでしょうか。褒めまくりに言わせれば、世襲、バカ、ゼニゲバ系、移民大好き、アメリカ傀儡、極左、売国政党としか思えません。呆れて物が言えません。日本がRCEP を中国と結んだんだから、EU としても協定合意することに大義名分ができたんですよ。日本が先陣を切ったんだから、文句があるなら日本に言えって、全世界に言えるでしょうね。
今の日本の政治屋、あえて政治家とは言いません、政治屋です。その政治屋と官僚屋と経済屋が、日本のいわゆるディープステート、既得権益層です。彼らは、日本がどうなろうが、目先の金儲けにしか目が行きません。特に、森派が、自由移民党の実権を握ってから、この20年以上です。皆様は、どう思いますか？どう感じますか？褒めまくりの言っていることは、すべて正しいとは言いません。褒めまくりは神様ではありません。皆様、ご自身の頭で考えてほしいと思います。それでは今日はこの辺で。また次回お会いしましょう。よろしかったらチャンネル登録お願いしますね。ご視聴ありがとうございました。今後も皆様に楽しんでもらえるような出来事をどんどん取り扱っていこうと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。